はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は4周年記念高野菜ガチャということで引いていこうと思います。まあ、これ高野菜ガチャっていうよりはさ、もうあの北摂サクチャレ用ガチャだよね。まあ、そんな感じの内容になってます。で、今回剣道ハッチがデビューしたことにより、まあ、あの前回挙げたね、北摂サクチャレのデッキどうしようか動画なんですけど、あれが完全に無駄になりましたね。ハッチがデビューしたことにより袴が特攻に追加されたんで、まあ、そりゃ入れるっしょっていう、まあ、剣道、まあ、ハッチをメインに、まあ、北摂キャラ入れてくでしょっていう感じの編成になるはずなので、もうちょっともう前回の動画は、まあ、この後もうこの動画価値ありませんみたいな表題に入れとこうかなって、思うんですけれども、まあ、一応そんなところになってます。で、まあ、袴せっちゃんの方もね、復刻しているんですけれども、もうちょっといかんせん PSR を手に入れないと、もうそもそもあんまり意味がないっていう、まあ、せっちゃんもハッチもね、割と別バージョンがあるので、まあ、ただの SR45 にするっていうだけだったら、もう1枚手に入れることができれば、もう45には割と簡単に持っていける状況だと思うんですよね。なので、あとはいかに PSR を手に入れて、今持っている、まあ、別バージョンとかを突っ込んで、PSR プラグを作り出せるかということになります。で、70連じゃなくて、すいません、60連までいくと、まあ、PSR30% の確率で、剣道ハッチが確定ということになってますので、まあ、一応ここまでは引いていこうかなと思います。というわけで、10連からやっていきましょう。どっかでね、そりゃ PSR が出てくれればいいけど、まあ、言うてもね、各キャラ2人で 10% だからね。ちゆちゃん、ちゆちゃんとかもなんか別バージョン、いや、もうユニフォームとかじゃなくてさ、なんか最近の別バージョンとか出ないから、ちゆちゃんもすげえ余ってんだよね。では、20連、ここも、SR ですね。まあ、言うてもこれバナーキャラ以外って常設なんで、そんなに期待はできないよね。虹谷も PSR プラゴンになってるんで、あとやっぱり常設でいくと欲しいのは同絵ですね。同絵せっちゃんが出た俺さ、無料 PSR 確定のガチャがあったじゃないですか。あそこも PSR せっちゃんが出たんだよね。通常のせっちゃんはよく出るんだけど、肝心のさ、袴せっちゃんの PSR を持ってないっていう、もう致命的な欠点があるんで。30連目、まあ、普通にでもサクチャレをやっていくのだとしたら、ここのガチャはやっぱり引いとかないと相当きついですよね。あと報酬が何になるか、一応剣道が出たとはいえ、正直1枚やれば持っていけるはずなんだよね。45までは。これは選手兼彼女キャラのテーブルになってんのかな。ちょっと見てみましょう。筋力ボーナスが6ついて、あ、そうか、固有か、固有はありますね。筋力ボーナスがさらについて、やる気効果のやる気効果、イベントボーナスが上がって 60% まで上がって、タックは 70% まで上がるのか。あ、なんか割といい感じだと思います。で、コツとか、粘り打ちと内野安打、もともとこうだったっけ。あんまりそこまで使わないからよくわかんない。あれ、30年目はそもそもバナーなんだっけ。そうだよね、それはどっちかは出るよっていう話か。じゃあ40年目もバナーですね。はい、せっちゃん出てもね、もう SR プラゴだしね、いつか手に入れられるための PSR のためにずっと置いとくのもな。剣道ハッチ、てか他の通常枠が何にもないね。せっちゃんよく出るよね。で、50連目、ここがハッチですね。虹頼むぞ。
キラーンがないんだよな。キラーンが2つ。まあハッチなんで。後ろは、あーせっちゃんか。まあただね、もういいかなっていう感じなんですよね、正直。まあ PSR がちょっともらえないとかなりきついっすね。まあ、PSR のせっちゃんを借りるのか、PSR のハッチを借りるのか、これどっちがいいんだろう。レベル50のちょっと最後につくテーブルがよくわかんないんで、ん、虹が出てないな。虹が出てない段階でちょっともう期待感薄いからね、これ。もうこの段階で期待感薄いよね。一応2つ入ってるけどさ、うん、ハッチ、せっちゃんまたこのパターン。あれ今回浴衣も出るんだっけ。浴衣も出るんだ、全然気にしてなかったけど浴衣も出てるね、というような、感じでした。ということで、まあ自分はちょっと SR、45が手持ちなので、まあどっちか50を借りてちょっとサクチャレの方はやっていこうと思います。あと一応そうだね、これだけやる。タンガチャ、ここはもう何事もなく、まあ R だか PR だかよくわかんないけど普通に R のハッチでしたと、いうことで、ちょっとね、もう少しサクチャリの方の編成を考えて、まあ、サクチャリが始まる前にちょっともう一回動画を上げられればなと思います。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。